皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、新しく発足した菅政権。この菅政権というのが、いわば親中派政権であるといった批判をする人たちがいます。この言葉というのはかなり物事を単純化しすぎているということで、今回は新しく発足した菅政権が果たして親中派政権なのかということについて解説を行っていきます。このことを解説するためには2人の人物に注目していきます。まず第一に、自民党の中における親中派筆頭である二階氏の発言について、そしてこの親中派の動きに対してどのような対抗する人物がいるのかということについては、新しく防衛大臣となった岸信夫氏についてです。安倍総理から菅義偉総理へと交代したこの時期において、新政権は果たして親中派一色なのでしょうか。このことについて関連ニュースをどうぞ。二階氏、日中関係、誰が考えても春。終始訪日に期待感。自民党の二階幹事長は17日、石破派のパーティーの講演で、延期されている中国の習近平国家主席の国賓訪日について、中国とは長い冬の時代もあったが、今や誰が考えても春、訪問を穏やかな雰囲気の中で実現できることを心から願っていると述べた。習氏の訪日は4月の予定だったが、新型コロナ禍で延期。香港国家安全維持法の導入などで、年内は困難な情勢となっている。親中派として知られる二階氏の発言は、菅政権の対中政策が注目される中、早期の訪日実現に期待感を示したものだ。二階氏はさらに、習氏訪日の際には、新たな日中関係を定義する第5の政治文書が必ず結ばれるはずだったと指摘、世界の平和と繁栄を日本と中国が中心となって共に成し遂げる、いわゆる競争という決意を固めることになっていた、と明らかにした。別の記事では、この日の二階氏の講演は、安倍晋三前首相の体調不良が明らかになる前の6月、石破氏が依頼。快諾した二階氏は石破氏に向けて、期待の星の一人だとエールを送り、当時はポスト安倍を見据えた両者の接近ぶりが注目された。親中派筆頭の二階氏の発言を見ていくと、いかにも自民党の現在の菅政権が親中派政権であるかのように見えるわけですが、事実はそれほど単純な話ではありません。そのことを防衛大臣の人事から見ていきましょう。岸信夫防衛相に中国が慌てふためく理由。安心府、この日本人の名前に早くも中南海、北京の中国最高幹部の職住地がざわついている。昨日発足した菅政権で新たに防衛大臣を拝命した岸信夫氏、安倍晋三前首相の実弟である。中国最大の国際紙、環球時報は、岸防衛大臣に関する長文の記事を発表した。そこでは、生まれて間もなく岸家に養子に出された岸信夫氏の数奇な半生を詳述した上で、次のように記している。岸信夫は2つの点において注目に値する。第一に、岸信夫は日本の政界において著名な親台派である。現在まで岸信夫は日本の国会議員の親台団体である日華議員懇談会の幹事長を務めている。第2に、岸信夫は何度も靖国神社を参拝している。2013年10月19日、岸信夫は靖国神社を参拝したが、これは兄、安倍首相の代理で参拝したとみられている。安倍晋三本人も2013年12月26日に参拝している。このように中国は警戒感を隠せない様子なのだ。当初菅政権を楽観視していた中国だったが、今月の自民党総裁選の最中、ある中国の外交関係者はこう述べていた。菅義偉新首相が誕生しそうだということよりも、その際に二階幹事長が留任するだろうことが大きい。極論すれば、日本の次の首相が誰になろうと、二階幹事長さえ留任してくれればよいのだ。二階幹事長は日本政界の親中派筆頭で、王毅外相も二階幹事長と会った時だけは、まるで旧友と再会した時のように両手を差し出し、総合を崩すほどだ。習近平国家主席にも面会してもらっている。安倍首相は二階幹事長の進言を聞かず、対中強硬外交に走った。だが菅新首相は後見人の二階幹事長の声を無視するわけにはいかないだろう。このように中国政府は当初、菅新政権を楽観視していた。だが、岸信夫新防衛大臣の発表は、冷や水を浴びせられたような格好なのだ。実際、岸防衛大臣は、中国政府が民族の三逆族と呼ぶ台湾の政治家、李登輝元総統、陳水扁元総統、蔡英文現総統のうち、
少なくとも2人と親友だ。伊藤騎手とは長年にわたって親交があり、8月9日には森喜朗元首相とともに李元総統の弔問のため台北を訪れた。その際、蔡英文総統にも面会している。蔡総統に関しては、蔡総統就任直前の2015年10月に日本に招待し、自分と安倍首相の故郷である山口県下関市までわざわざ案内している。安倍政権下では中国担当は兄、台湾担当は弟で役割分担。この時、ある首相官邸関係者はこう述べていた。蔡英文氏の宿泊先を首相官邸から一番近いザ・キャピトルホテル東急に決めたのも岸信夫氏だった。10月8日昼、ホテル特別室のランチの場に岸氏は安倍首相を連れてきた。日台合わせて十数人のランチだったが、安倍首相が自分がいかに台湾ファンかを熱く語ったりして大変盛り上がった。だが、このランチは安倍首相の首相動静からは削除され、日本側も台湾側も一切極秘とした。それは中国政府に配慮したからだった。このように安倍政権の7年8ヶ月、安倍首相が中国を担当し、弟の信夫氏が台湾を担当するという役割分担をしてきた。だが、菅新政権になって台湾担当者が表舞台に登壇したのである。しかもその役職は、中国政府が最も敏感な防衛大臣とあっては中国側が穏やかでないのも無べなるかなだ。一方、台湾中華民国総統府は、日本の国会で菅氏が首相に選出されるや直ちに祝賀コメントを発表した。日本では今日臨時国会が開かれ、自民党党首に選出された菅義偉官房長官を第99代首相に選出した。これに対し、総統府の張報道官は、蔡総統は我が国の政府と国民を代表して菅義偉首相に祝賀を表し、合わせて日本政府が菅首相のリーダーシップの下で順調に各種の国政を進め、国家が発展繁栄していくことを祝う。張報道官はこう述べた。菅首相は過去に複数回我が国を公開の場で支持している。そして双方が自由、民主、人権、法治などの基本的価値を共有していると認めている。また我が国が国際組織に加盟することへの支持を唱えており、台湾にとって重要な海外の友人といえる。かつ日本と台湾との往来は密接で、日本は我が国の重要なパートナーだ。我が国はこれからも継続して日本と多様な協力を進めていき、対日友好のパートナーシップ関係を深化させていく。それによって両国の国民の福祉を共同で推進し、地域の繁栄と発展、平和と安定を維持、保護していく。このように岸信夫新防衛大臣には触れていないが、菅新政権を手放しで歓迎するムードである。岸氏の防衛省起用は安倍政権の継承の証。菅新首相が岸氏を防衛大臣に抜擢した理由は何だったのか。安倍政権時代の官邸関係者に聞くとこう答えた。それは安倍前首相に気を使うと同時に、同盟国アメリカのトランプ政権に安倍政権の継承を示すためだ。このところのトランプ政権は台湾シフトを鮮明にしており、今後は日本にも役割を求めてくる。そうした日米台の連携に最もふさわしいのが岸氏の起用だったというわけだ。当の岸防衛大臣は16日の就任会見で官僚が用意したペーパーを読み上げてこう述べた。今月11日に発表された安倍総理大臣の談話や菅総理大臣の指示を踏まえ、憲法の範囲内で国際法を遵守し、専守防衛の考えの下で厳しい安全保障環境において平和と安全を守り抜く方策を検討していきたいと思います。11日の総理談話とは次のようなものだ。迎撃能力を向上させるだけで本当に国民の命と平和な暮らしを守り抜くことができるのか。そういった問題意識のもと、抑止力を強化するためミサイル阻止に関する安全保障政策の新たな方針を検討してまいりました。今年末までにあるべき方策を示し、我が国を取り巻く厳しい安全保障環境に対応していくことといたします。いわば安倍前首相の遺訓とも言うべき敵基地攻撃能力の保有である。敵とは表向きは北朝鮮だが、実際には中国だろう。アメリカと台湾 VS 中国。岸防衛大臣の就任でこの米中新冷戦の断面に日本も組み込まれつつある。まずはコロナウイルスの防止に全力を尽くすと述べた菅新首相だが、その先には大きな地政学的リスクが横たわっている。 YouTube の動画の世界において、一つ好まれている動画と好まれていない動画が2つあります。
その第一に好まれる動画というのは物事を徹底的に簡略化したものです。ですから自民党政権というのは二階幹事長が政権中枢にいるではないか、だからこそ自民党はもはや親中派政権であり、これを支持するのはありえないという考え方です。しかし私は物事を単純化しすぎることは物事の本質そのものを見失ってしまうと思います。必ずと言っていいようにその割合というものが中を見てみれば違うものなのです。確かに二階幹事長は続投する形で党の要職にとどまり、彼の影響力というものは全く無視できない状況です。しかし今回の菅政権というのは安倍政権の政策というものを継承するということを表明し、それに基づいて外交関係における人物などについては変わっているわけではありません。茂木外相が交代したわけでもありませんし、今回登場した防衛大臣の岸信夫氏について言っても、中国にべったりな人物かといえば全くそうではないよという話が今回の記事の概要でした。新しく防衛大臣となった岸信夫氏は台湾との関係を非常に深める人物であり、いわば台湾と中国との関係を考えると、中国に気を使った人事をするのであれば、このような人物を採用することそれ自体が全くありえないということは皆さんもすぐにお分かりになるはずです。なぜならば中国は台湾というのはあくまでも中国の一部に過ぎず、台湾というものは決して独立勢力ではないという姿勢をとっています。ですから台湾がもしも独立などを宣言するようなことがあれば、武力行使も辞さずといったことが国家の方針として定められています。そういった意味において私が言いたいのは、物事は決して単純化しすぎてはならないということです。二階幹事長は明らかにその発言から見ても中国とべったりの親中派筆頭という表現が一番よく合う人物でありますが、同時に菅政権がだからといって親中派政権とは言えない、そのことが安倍政権の外交姿勢というものを引き継いだ人材配置なのです。そもそも自民党というのは常にその中において様々な思惑を持った人たちが入り混じっているものです。韓国寄りの議員たちがいたり、中国寄りの議員もいる、そしてアメリカ寄りの議員もいる、そういった状況の中によってそれぞれが綱引きをし合っている状況というものがずっと続くわけです。ですから政権全体の方向性として極端に触れるというよりは、常にその政権運営においてそれぞれが主導権を握った、その主導権を握った時というのがどちらかへと傾きやすいという状況が常に変動するものなのです。もちろんできればこうした親中派の議員たちとの力というものが削ぐようなことになればそれは一番良いわけですが、今回の新総裁を選ぶ際においては二階幹事長は石破氏に対しても菅官房長官に対してもどちらにも良いような顔をしていました。つまりどちらが総裁になったとしても決して悪いようにはならない、そうしたポジションというものを常に取っていました。もちろん最終的には石破さんには良い顔をしつつも、結局この人は国会議員の周票をすることは不可能だなと彼を見限り、そして菅官房長官へと本命視する、そうすることによって実際に菅官房長官が勝利へと進む大きな原動力となりました。このあたりの政治力については二階幹事長の衰えがまだ見られないというのは、残念ながらこの親中派の議員たちが力を保つ源泉となっています。しかしどのような状況にあっても非常に大事なことは、人間というものは永遠に生きられるわけではありません。ですから時間の経過によって彼の政権に対する影響力というものは次第に衰えていくでしょう。少なくとも時間というものはより若い菅総理の方に有利に働きます。ですから今後菅総理が親中派議員にとっての傀儡となるかどうかというのは、結局のところ菅総理が掲げている内政改革において実行実施、そして実績を上げることによって国民の支持を受けるかどうかにかかっています。そして国民の支持を得られれば、当然のように選挙において彼が勝ち、それによって政権基盤というものが強化され、親中派議員たちの力というものが相対的に下がっていくこととなります。米中冷戦というものがだんだんと深刻化していくということは避けられない状況の中において、日本政府がどのような立ち位置となっていくのかというのは、海外の情勢よりもむしろ内政問題として菅総理がどれだけ国民の支持を得られるかにかかっているというのは少し注目しなければならない点です。ですから現在の自民党の党や政権の人事だけを見て新政権は親中派であるといったような極端な断言というのは全く私は的を得ていないと思います。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。
それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。